はいどうも、地球上のすべての生きとし生けるものの嫌われ者、キモイマン37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですね、お送りさせていただきますタイトルはこちら、戦国バサラ4スメラギというわけでして、ですね、今回の動画なんですけど、ですね、自分がちょっとね、6本ほど、すでにアップさせていただいております。創世伝ドラマルート難易度究極っていうシリーズもので、6本ほどね、ちょっと動画を出させていただいてるんですが、それぞれね、そのキャラクターで やらせていただいてるんですけど、前回、つまり6本目ですね、はこちらの浅井長政っていうキャラクターでね、やらせていただいたんですが、ちょっとね、詳細をね、ちょっと調べてみたら、この浅井長政編の、そのドラマルートのやつですね、もう、実にもう1年前なんですよね。もう1年経ってるんですよね。ちょっとね、我ながら引くところもあるんですけど、なんとかね、頑張ってやっていきたいなと思います。で、今回、その、創世伝ドラマルート難易度究極シリーズ第7弾ということでして、こちらの西川真之一っていうキャラクターでね、今回はやらせていただきたいなと思います。どうですかね、うまくできるかどうかわかんないですけど、基本的にね、戦国バサラは割と自分は得意だと思ってるんで、そんなにね、他のアクションゲームほど下手な感じにはならないと思うんですけど、ちょっとね、慣れてる人からするとね、全然下手だなって、こいつは下手だなって思われるかもわからないので、そこだけね、何卒ご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします。というわけでして、今回もね、今まで通り、一生懸命いつも通り楽しくね、プレイさせていただきたいなと思いますので、もしよろしければ最後の最後までご視聴くださいませ。よろしくお願いいたします。では、早速ね、始めていきたいなと思います。最後の動きですね、ドラマルートなんでルート選択で難易度は究極とですね、はい。みんな行くぞ。乱世をかけるヤタガラスとなれ。ここら辺な、飛ばしてんだけどな。世は戦国、まさに我ら最下の時代が巡り来た。破格の報酬を払い、我らとの契約を望む者は多い。だが我らは雇い主、報酬の値で決めはしない。終わったんですけど、我らの火力、今回はね、ちょっと今やそのように軽々しいものではない。一本ではまずは見定めよう。彼らの生き様が契約に値するかと。2本とか3本くらいになりそうなんですけどね。この最後の話ですね。棟梁、聞かせてほしい。我らとの契約に値するのは力の強きものでしょう。どうしようかな、どうすかな。いや、違うな。強き者は我らを道具としてのみ利用する。ごめんなさい、ちょっと飛ばしましょうね。棟梁、どうか答えてほしい。我らと契約すべきが強き者でないならば。それは弱き者、つまり弱者を守るということでしょうか。そうなんですけど、あれですね、メダル交換の中で。それも違うな。力のみを頼む弱き者は最も危険だ。我らの力に酔い、さらなる弱きを虐げるだろう。我らが求めるは強きではなく、さりとて弱きでもない。つまり力の有無、強弱ではないということか。というわけでして、うわ、これか。やるしかないですね。で、これね、アーミーボタンでルーレットをできますということなので、やってる最中ね、ルーレット、ルーレット発動してね、やるのめんどくさいんで、これオフにしておきますね。ルーレットを回す。で、なぜか声明のパスがなってて、ちょっとね、これ変えましょうね。どうしようかな。最後の位置ってあれなんですよね。
なんか一匹狼って言われてるんですけど、なんかアニメ、ゲームでもそうだったような気がするんですけど、アニメでもね、なんか前田刑事とのちょっと絡みが、最後のイメージはちょっと描かれてたような気がするんで、ちょっと前田刑事来ますか。で、多分ね、そう、あ、でもいいのか、大丈夫か。ごめんなさい。で、今回ね、ちょっと何が究極なんでね、もうこのままでいいかな。あ、このままでいいですね。で、今回ね、あのステージがね、結構あの、めんどくさいステージなんで、あれですね、ちょっと素早くこう制圧していかなくちゃいけないステージなんで、時間がちょっとめんどくさいね。そんなにいるかって。とりあえずこんな感じにしておいて、なわけでね、早速やっていきたいなと思います。ではいきます。最後のうち、創生でドラムルート何の切り込みで一発目は静かだけ、歌先輩さんからですね、やっていきます。棟梁、偵察の者が戻りました。やはり待ち伏せされています。相手は織田の伏兵かと。我らの動きがつかまれていたと。御敵魔王織田信長、またしても我らの道を阻むか。しかしよほど我らを警戒していると見える。いや、恐れているのか。どちらでも構わない。我らは弾幕にて問いただすのみ。運のない間の抜けたカラスにな。行くぞ。かっこいいですね、キャラクターね。美人さんだしね。待ち伏せていた相手から逆に奇襲を受けると。この疫病神のせいに違いない。反論のしようもなく、咎められるのならばただ受け入れましょう。ここにね、相手にはね、あそこの線を越えて出した本格的にスタートを打ってます。どっから攻めてきたらうん、申し上げます。現在の我が軍には応戦する兵力もございませぬ。援軍だ、援軍を呼べ。標的は魔王の使い番だ。みんな弾薬を惜しむな。おう。やっぱあいつね、打ち札がたくさんあるから。至急本体に援軍の要請を。バカな、今さら間に合うはずもない。なんだと。我らの指示に逆らうか。あなたがいくらあがこうと、織田の外貨に変わりはない。さすがは明智様だよな。きっとこうなることを見越して勝家様に持たせたんだぜ。消し止められただと。勝家、早く黄泉の呪しを出さんか。おかしい。ちゃんとやるだけなければ、もうさっさと魔王軍にしては攻めていかないと。統率が緩い。つけ正気か。いずれも不足の男が率いているようだ。恐れよ、恐怖こそが信長様の象徴なり。疫病神が招いた死の女神、よもつぼうか。こんな感じでガタガタと覚悟を決められ。黙れ黙れ黙れ。
おのれ織田軍が魔王軍がこんなところで没してなるものか。何が何でも耐えるのだ。明智殿ならばきっと挽回の策を講じてくれる。陣を崩してみせたように敵の自負をも崩しましょうぞ。抵抗か、形だけでもしておくべきか。これはもうここ落として勝家見えるのか。この惨状が貴様には見えぬというのか。これはまあいいっすよ。鬼か天狗か、いずれにせよ魔王には及ぶまい。奥義隊の到着です。岩尾のごとき肉体に恐れるものなどなし。聞け魔王の眷属、これが最下の怒りの声だ。怒り怒り怒りやな。これも私の不徳がゆえ申し訳ございません。未来様を嘆かれるだろう。この惨状ではな、としては崩れ、としては崩れ。ボケこれでね、多分明智光秀さんは、まあね、出てこないはずなんで、これでいいと。たくさんだ。なんで上の今組み合えてるタイプ、あなたにとっては獄門となるだろう。で結局取られてるし、松家よ。なんだよ、しょぼいな。貴様は一体何を考えている。もうちょっとさ、恐れよ我らを。誇り高き最下の名を。お前の守ろうとしたものをこれより我らは破壊する。ふん、やはり勝家の指揮などでは満足に戦えぬわ。あーダメだ、ちょっと上から行けない。上から行けない、上から飛んでいけない。石田三成のあの技があればね、このまま上から駆けていけない。上からじゃない、下から駆けていけない。ミッション自体はもう終わってるんで、どっから行けばいいのか。こう行って、ただ爪通りにこなす。それ以上もいいかもなし。えい、ちょい、はい、さあ、あれー、ほかほか足りぬ。ほんとめんどくさいな、それがちの最後。なんだけなんて言うのかな、自由化してもあんまり楽しそうだよね。それがしにできることなど何もないではないか。さあ、でももうちょっとね、これをもうほとんど攻略できてるような感じなんで、もうあとね、戦車のことをこう買っていくような感じ。爆発したりしないよな。よかった、なんかこの呪し嫌な予感がしてさ。さあ、これ終わっていいかな。もうあと僕これ見るだけだ。どうしますかね。もうどうしますかねって言うの。終わってんの。終わってた。あとはそうだな、あそこの人で気になるやつが気になるんだけど、どこにいる元栓の下か。あ、下だ、下にいますね、あの野郎。戦の歴史は我らの歴史ならば、すなわち我らは不死だ。
流れは我らが掴んだ。あとは赤いね、あれにするってことがすぐにわかる。ドスペラなんか触れてやる。アイテムのためにですかね。こんな時になんだけど、喉が渇いてどうしようもないぜ。超大事。これかっこいいですね。回転しない。もう本当に終わってもいいくらい。ほとんどね、敵の陣地ほとんど制圧してるんで。さあ、あれだ。戦場に漂う荘園の雲、その中に我らはいる。よし、もう出たな、本当に。あ、でも、ちょっと待って、アイテムまだ1箇所もないな。アイテムの関連で、関係できてない場所があるんですよ。私たちのごとき野草は、踏みにじられるためにある。なので、そこに行きたいなと思います。ですね、この手のゲームってあんまり実況に向いてないと思ったね。なんか本当ね、すごくそう思うんですよ。実況に向いてないんですよね、このゲーム。面白いんですよね、本当に。面白いよ、本当に。これあんまり向いてない。トーク力がある、トークスキルがある人じゃないと、こういうゲームのあれとの間を持たせる。火力を一点に集中させて切り崩す。みんな準備はいいな。ここにね、アイテムがあるんで、これで取っていきたいし、ここにね、大砲があるんですよね。なんで、忘れず、ね、取っていきたい。よし、こんな感じかな。大砲が、まあ、こうなってるんで、こんな感じで撃てるって言うんだけど、なかなかこのザクは死なないですよね。結構ね、あれなんですよ、しぶといっていうか。ちょっとやってるのあんまりいいな。それがしと共に戦場をかき分けてやりましょうぞ。あの宵闇と比べればこれしきの茶は悪く思う。悪く思う。あれですよ、潜入指令ですね。潜入指令。こうして頬をつねれば、あの夜はもうちょっとね、
朝何パンに来んの。待ってね、朝ゲージいざって言うんだよ、何パンに来てるか。なんで引っかかってこう引っかかって先に進めないっていうね、ありそんなのって感じですけど、鉄砲玉なんてどうやって防いだらいいんだよ。基本的にあのなんていわゆる先行、先行は基本的に気にしない形になるんで申し訳ないんですけど、でもストーリーを追っていくという感じで追っていきたいんで。さて、下に降りて、盾など無意味だ。それを証明してやろう。大体ですね。なんかちょっとあとちょっとね。いや、これでこれでいきますわ。これでもうね、ケージへの当たるよりもこれで完璧。ボス戦の時はね、自分の場合なんですけど、天竜、天竜モードにしておくんですよね。天竜が多分その方が一番いいんで、固有奥義もボス戦の時は初段カワセミ、今その状態にしてるんですけど、これね、これにしておくことが多いですね。まあ、いいんですよ、ボス戦の場合。その瞳は私に何かを示そうというのか。だがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに。なぜ私が動かなかったか。助けろとは命じられていないがゆえに。急所を撃ち抜けば終わり。お前がそれを望むのである。信長さんの運命通りかなった俺は、ここで俺はあなたは死を目にしている。どうした、こんな感じですね。なんかサクッて終わっちゃったんですよね。どうしようかな。もう一回できるかな。内容によりますね。これか。ちょっと待って、これか。もう一個できるこれ。ちょっと待って、ちょっと待って自由活性でちょっと一個おまけみたいな感じでやりますよね。
こうしてる時間がないのが正直ですよ。もったいないですね。結構自宅かもしれないのでスキャラがなんかたくさん出てくるので、ちょっと30分で終われる自信がないんですけど、なので申し訳ないんですけど、それでもこれが終わりにしてるインパンに使ってるキャラクターと使ってるキャラクターのこの下ねここまで変わるっていう、いなくなってね、そんなに好きじゃない、あんまりね、好きじゃないですよ、使いにくいんですけど、結構逆にめっちゃ使いやすいじゃないってことも多分バレると思うんですけど、僕は使いにくいんですよ、まあそういうことも言われると思うんですけど、自分はね、ちょっとね、彼は使いにくいんですけど、あんまりね、めんどくさいで遊ぶことはないんですけど、それもね、結局言うなれば、クラス嫌いみたいなもんなんで、頻繁にね、それこそ、ね、遊んでるから、普通にね、得意キャラになるんじゃないかなと思うんで、ガンガン使ってるキャラいいだけの話なんですけど、ごめんなさい、本当にね、しかもあと30分。終わらないといけないので、ね、ちょっとね、このステージ難しいですよ、30分で終わらないと終わらせられる自信がないので、30分で終わるとな、自由化するので、おまけじゃないですけど、ちょっとやっていきましょうかっていう感じで、そうですね、やっていきましょうね、30分で終わるそうなステージにあるそうなステージ、よく自分がこのバスが通ってよくやってまして、それでいきますか。専任をそのままにして、装いだけ変えます。装いだけ変えます。そういうことあれですよね。この人もあれですよね。ね、これですよね、これ。これ武器を第一武器に変えてあげると、ね、これ大事だね、この修理品。この人ことわずにないんだよ、ちょっと待ってね、ことわずに書くのかってなかったっけ、ないわないわ、山浮きはあったよ、究極なので、究極なんでね、モスケラのいいな大人に結構ね、パワータイプのキャラクターなので、油断すると一気にね、ダイブをごっそり、がっつりとね、削ってくるんですね。ここ飛ばしますね、ごめんなさい、女児童が守る城ならたやすいと攻めてきたな、乙女を侮った罪は重い、その少年絶対に正してやる、我らに男も女もない、そういう生き様だ、どうしてかかってて、はい、風に何て思うかな、もう逃げるしかないよ、どんな大人様、怖い、ちょっと待って、30分で終わるかな、終わらないっぽいんです、30
さい。ちょっと俺たちだって少しはやれるところを見せてやろうぜ。なあ。あれだけ強い技使うんですね。本当だね。あんまり使わないんだよ。わからないっていうね。いやー強いな。一発で頼むから一発で使ってもいいや。これが怖い。何が来るかね。これか。マジか。何かだなこれ。よ。やっぱ我らはどう生きているのか。やっぱりあれですね、この手のやつ本当に実験に似てませんね。本当に本当に似てないな。ダメですね。多分面白い人はもっとできるんですね、きっと。芸人さん版にできるんですね、きっとね。なんか面白いことバーンって言ってさ、ステージの始めから終わりまでもね。あ、そっち行く？そっち行くの？もう行かないで行かないで。行かないで。どうしようかな。根性の見せ所だ。出番だ。あ、来た主人公。無敵だ。はい、ごめんなさい。やっぱ無理。怖い。なんて凛とした女たちだ。見とれちまう。変わらなでしこの花言葉は定説。守ってみせます。侮るな。いいに刃を向けたこと、末代まで後悔し続けろ。無敵だと思っていたのなら、いかにも愚かな楽観よ。お前は我らと共に生きるものではない。そういうこと。この戦場に気高き我らをはためかせる。世の乙女たちの幸せのために、いざ。引くぞ。ただがむしゃらに戦うは乙女の戦にあらず。男のくせに腰が入ってないぞ。飯でも炊いてろ。お任せを。全然強いですね、やっぱり。虫取りなでしこの花言葉は罠。逃がしません。どうなろうと女衆が諦めるまで付き合うぜ。男衆の意地見せてやったぜ。面白いこと言えないんですわ。芸人じゃないんだよ。芸人さんじゃないんだよ。面白いこと言えないんですよ。泣き直りた。まあめでないだけが取り柄の男衆ですから。タツタナデシコの花言葉は強烈な愛。奪わせないわ。触れてやる。あれだけの火器でも三代目には物足りぬか。我らに打ち抜かれたくない。そこにいる。不思議があることはない。我らの専門は戦だ。標的数確認。
未だ多数黙ってごめんなさい。なでしこの花は散ってなお気高く美しいんだ。ごめんなさい。皆さんライブ配信の時はね、もうちょっとしっかり、ね、やってるかなと思うんですけど、ライブ配信じゃないとね、他の実況者さんとかですね、俺分かったんだ、見習った方がなじられるのも嫌いじゃないって言ってるんですけど、多分見習っていけるんじゃないんだけど、でかい子なんでダメだね。このね、状態のキックは絶対に結構強いんですよ。まあ、今ちょっと、それぞれあるので、ちょっと自宅をしてるんですけどね。ちょうどいいので、何がちょうどいいかわからないですけど、どうでしょうね、皆様の好きなゲーム、なんかね、このゲーム面白かったよとか、このゲームおすすめですよみたいな、なんか、多分あったら、コメントかなんかでね、僕の Twitter とかやらせていただいてるんで、そういうのでも何でもいいんで、ナオトラ様も刀剣ばかり集めずに、たまには絵巻や歌なども、キモいのもできそうだよみたいなさ、そういうのもあったら、教えてほしいですね、できれば。自分ね、それはおすすめしていただけたものが自分のできそうであれば、ね、それ、そういうので実況やってみるっても面白そうだし、あいつ、私に強さを見せつけているのか。こら、勝手に下がるな。このゲーム前へ出ろ男衆。そうなったらすみません、教えていただきたいなと思います。どうしてたの、本当によろしかったのかな。あら、ごめんなさい、弾き返しをかっこよく思うかもしれないけど、別に直木様の背中を見続けたからこそ私はここまで強くなれた。よし、何かな、結構あれっすよね、実況者さんね、結構あれっすよね、あれですよね、あれですよね、割とそのオンライン系のなんかやってる人やってる人が結構多いんですよね、やっぱ。本当多いですよね、実は。グランドセフトオートファイルでオンラインでやってる方多いですけど、そういうやつの方がいいんですかね。好きな銃口を選ぶがいい。ただしにその引き金を引こう。レインボーシックスのシーズとか、ちょっと見るんですよ。やめるな。男衆、覚悟はできてる。できないこらなでしこ、お前たちはそうそう寝てないんで、申し訳ありません、あまり無茶をするんじゃ危ない。ほら、出るそばから、よく見抜く。そう、弱点は俺たち男衆だぜ。まったく不甲斐なし。お前は今日は飯抜きよ、許して。
ば私の弱さ。乙女の弱さなんかじゃない。よし、乙女衆は陣形を組め。行くぜ、撤退の陣。頼りないところを見せたらこうだ。分かったな、男衆。どうかお仕置きだけは。さらば、私が倒れたら男衆に示しがつくか。チューダーで、チューダーの人全部やるとは思わないけど。勝ってようが負けてようが、俺たちはいつもの通りさ。そう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 、ちょっと行かなきゃ。いや、落としたところはまた取り返されたんで。いざ尋常に。よし、俺の今日の仕事はここまで。サイカ様、そのヤタガラスのお姉様とお呼びしても。先代、本当に完璧な私の手で最下孫一郎。戦場ある限り我らもまた会う。死ぬ覚悟はできている。そうだね。反撃など我らは恐れない。ただ戦場を貫くのみ。なのでそういうのをやってきたら、皆さんにね、本当に知らねえわって話、知らねえわって話なんですけど、皆さんにそういうね、シリーズをやらせていただいてるので、思いっきり踏んづけちまったぜ。エヴァン、あ、ちょっと来た、主人公。いい時に出てきてくれたな。一番やばいぞ。またナオトラ様にどやされちまう。男がそれでどうする。気絶したままでも立ち上がれ。無敵、喜んで。俺は無敵の名を得かね。私の戦いを見ればいつかは見たか、少しはやるようだな。だがまだまだだ。なんていやらしい目だ。責任を取れ。責任って、一番、お前も無敵。俺は無主人か。甘い、甘いわ、甘い。さて、いいっすかね。豪傑にして熱血にして純潔の女児と、いいの漁師にして最強の乙女、それがナオトラ様なのです。あの頃からよくぞ立ち直られたものです。まだいけるか、まだいけるか。この曲ってなかなか見てるたまになってるんですよね。最初ね、どうなんだろうな。
この間稽古でしごかれたんだ。それに比べりゃなんてことないぜ。さあどうでしょうか。定番だ。あ、来た主人か。アラムシャこそが最も対処に困る相手だ。無敵っすね。敵団一番。あ、そう、俺は無敵の直江兼継ぐ。直江兼継ぐ。天道のくせよ、無敵の神髄皆にお見せしよう。道のくせよ、無敵だ。お前らが本当の無敵を知るのはこれからだ。乙女の道、その先にて私は待つ。強いな。男衆、いいの国を守れ。女たちを守り抜け。ですよね。ちょうど今汗見てるわ。あんまりこんな状況だ。これさね、やってるうっそ、こういうとこされるんですか。何のためにやってるかないと。男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私は直虎、誰よりもひたむきなる虎だ。乙女の中の乙女よ、いざ乙女の頂上決戦を。是が非でもあなたを我らがなでしこ隊にお迎えしたい。なでしこ、あの人は天子さんが。どちらかというと我らは万寿者下だと思う。防げば刀が、食らえば背骨が砕け散る。あの剣は猛虎の爪にも勝るのだ。今はまだ兄弾幕が嵐となる。一撃。生まれ変わったら。ごめんなさい、一撃。優しくなりたいな。そしたらきっとあいつだって。まあごめんなさい、こんな感じですね。というわけでちょうど気でもね、良さそうなんで、本当に間に合ったのと良かった。とても良かった。今ここで我らを雇いたいと。でかいな。何言ってんだ。無理だな。ごめんなさい。次の戦場が我らを呼んでいる。なかなかね、このコスチューム似合ってるんですよね。最初ね、本当に最初こそ何だかなと思ったんですけど、遊んでるとね、あんまり気にならない。
はい、というわけでして、本編はこれで終了させていただきたいなと思います。ここまでね、ご視聴いただきまして本当にありがとうございました。本当に感謝です。ありがとうございます。というわけでして、今回少々世紀の山30年をお送りさせていただきました。戦国バサロの隣ですよね、自分のオリジナルの、シリーズ動画、西岩孫一、創世伝ドラマルーと、その1ですね、今回一発目なんで、その1、もしくは前編ですね、多分次で終わりだと思うので前後編の前編ですね。というわけで今回分で終了させていただきたいなと思います。自分ですね、もしよろしければ、自分みたいなのね、いいなと思っていただけたらね、本当に構いませんので、チャンネル登録とぜひご覧くださいませ。よろしくお願いします。あと動画のね、高評価なんかもね、厚かましいかもわからないんですが、もしよろしければぜひ合わせてご覧いただければ幸いかなと思います。で、あとね、ツイッチで今ヒットマン PS4 のヒットマンを、始めさせていただきました。で、インスタグラム、ツイッターとかタンブラーとかね、やらせていただいておりますので、でそれらのリンクっていうのは全部毎回動画の説明欄にね貼らせていただいておりますので、お気の方がお気になりましたらね構いませんので、もしよろしければぜひ、チェックされてみてくださいませ。よろしくお願いいたします。というわけで、今回はこれで、失礼させていただきたいなと思います。改めまして本日ご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ではこれで失礼させていただきます。ありがとうございました。